お待ち申しておりました坊ちゃま。いかがでしたか？初めての学校は。悪名高い邪悪学園も大したことないな。目立った優等生は一人もいなかったぞ。ところでじい、ここで何をしている？はい、坊ちゃまのために時空ゲートを用意しておきました。これを使えば瞬時に目的地へ移動できます。さすがじい、いつもながら不自然なほど手際がいいな。大人の事情か？ほっほっほ、たわごと。ほんの少し先を読んで準備しているだけでございますよ。それで伝説の勇者はどこだ？はい、こんなこともあろうかと手に入れておいた勇者レーダーによりますと、現在は理事長室。魔王城に反応が見られますな。我が家か。ゲームで研究した通りだな。人ん家にズカズカ勝手に上がり込んで正義の名のもとに暴力三昧というわけか。勇者には愛とか正義とやらがあるから何をしても許されると聞くが、便利だな。ほっほっほっ、それも坊ちゃまが勇者になられればおのずとわかることでございますよ。それもそうだな。では行ってくる。はい、行ってらっしゃいませ坊ちゃま。こそ悪魔のくせに勇者になるだって。あいつがそんな不良だったとはね。お姉様、本当に大丈夫ですの？盗み聞きなんて優等生のすることですわよ。あら、それは仕方ありませんわ。今は緊急事態でございますもの。ああ、まさしく超緊急事態だ。この邪悪学園、いや魔界をひっくり返すほどのね。このままあいつに不良デビューされたら元祖悪のメンツに関わる。ええ、悪事が当然の悪魔の中であえて逆らっていいことをすることで注目を浴びる戦略ですのに。真央さんがそのような不良になってしまったら、お姉さまがすっかり目立たなくなりますわ。そうさ、こんなかっこいい生き様を優等生の真央に真似されてたまるもんか。あいつを止めるよ。でもどうやって？もちろん不良らしく話し合いで解決さ。さすがお姉さま、不良の中の不良。この一大事にも平和的解決を望むなんて、そこにしびれる、憧れる。二人とも急げ、10分前行動だ。ただし廊下は走るんじゃないよ。我が家に帰るのは10年ぶりか。だが家が校内にあるというのも便利なのか不便なのかよくわからんな。なんで帰り道に教室があるんだ？うっ、誰だ？よくオイラの気配に気づいたでやんすね。下校途中に待ち伏せとは、邪悪学園の生徒か！ご名答でやんす。オイラは1号生のヤンス。初登校のくせに目立ってるみたいなんで、ちょいと焼きを入れに来たんでやんすよ。ハッハッハッハ。1号生の中にも少しは骨のある優等生がいるようだな。面白い、新しい飛行の実験台にしてやる。おっと、慌てるのは早いでやんす。お前の相手はオイラの親便でやんす。オーヤビン任せたでやんすよ。親便、オイラは安全なところで様子を見てて親便の応援をしているでやんす。そして親便が勝ちそうになったらオイラがとどめを刺すでやんす。ふん、人ん家で待ち伏せした上に他力本願、さらには美味しいとこだけ持っていこうとは油断ならない優等生っぷりだ。だが我はこのようなところで敗れるわけにはいかない。勇者の力を手に入れてこの手で親父を倒すまではな。
な。おりゃ受けてみな。やっ